神戸の港にペダン星人の送り込んだスーパーロボットが現れた。その特殊合金でできた装甲はセブンといえども破れない。新兵器ライトン R30 が到着するまで神戸港が破壊されるのを防ぐのだ。完成したライトン R30 爆弾を乗せたポインターが神戸の港に走り込んできた。ミッション成功。